すいします今回の劇場版は僕たち全員含めて一番アクションさせていただいたのかなって思いますね実は一日中トイレを我慢しながらその盾をやってまして <laughs> 結構踏ん張るシーンとかも多いんで。うん、あの <laughs> 現場であの何て言うんですかね。<を>これから見ていただく<を>皆様には、あ、押し切りシグるこれお手洗い我慢してるんだなって思いながら見てほしいな。いやいのかそれで。<S <S はい、テレビシリーズからずっとなんか肌の露出多めだなっていう印象。あいきなりそこなんです、ね。いい <laughs> 坂本組の一話に一乳首っていうのはこれは使えるのか分かりませんが。<laughs> 使え<な> <laughs> 絶対使えないのよ。いやいいいいんだけどね。使えなんとなく編集してくださると信じてます。なんかおとちゃんとはいつぶりだったんだろうな。まあけど本編からはまあいっとき会ってなかったので、すごい身長とかも何センチ伸びた？七センチとか。そう。伸びたって言ってて、そらちゃんの成長なんか久々に見れてお芝居できてすごいなんかお兄ちゃんとして幸せでしたね。まぬけないいつもの こうカナロが見れるっていうシーンでこう吹き飛ばされたりするのを目の前で僕は見てたのでまあいいところで流走のそういう部分だったりとか「よどんな」も本編ではもう,こう消えちゃったんですけどまた映画で見れて彼女の「よどんな」もすごくアクション。 多いしかっこいい部分も多いのでいいなと思いながら僕はトちゃんとまぶしいなと3人でかなまた何やってんだろうそうだよね、えっと、ちょっと惚れちゃうんだもんね。 すごい唾を思いっきり飲み込む首のより首のよりがあってありましたね <laughs> 何のカットこれみたいな <laughs> 普段アクションなかなかしなかったので、うん、ずっとあのモニター前で研究させていただいてアクションしていやいや急に本編でねアクション失敗して泣いてたあす花じゃないあす花がねおい間違えるなあす花がね成長したねなんかいやほんとよかったです1年間で僕3個しかなくてエピソード0と最終回で来てたじャー <laughs> あと e スポーツで着てたユニフォームだってこれななんですよなるほどね僕がずっと1年間衣装を変えてくれないんですかっていうのを言って,て <laughs> やっとこの日が来たよって思ってもうあの衣装部屋入って、うん、これだって30秒で決めました。 カードさーってやるシーンがあったんですけど、かっこよかった。ありがとうございます。あれがなかなか最初、すごい、あっさり。あ、ありがとうございます。はい、次いきます。サプライズでお祝いをさせていただき、おめでとう。二十三歳になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。